大谷翔平にニューヨークメディアフォック宣言、到底かなわない。ドジャース大谷翔平がメッツとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦に1番 DH で先発出場。初回の第1打席で先頭打者アーチを放ってチームを勢いづけ、10対2の大勝に導いた。この日も敵地ニューヨークのメッツファンから大ブーイングで迎えられた大谷。しかしシティフィールドはすぐさま静寂に包まれた。ワンボールからの2球目を強振すると、初速 117.8 マイル、約 189.6 キロの弾丸は右翼フェンスを越えてメッツのブルペン付近に着弾した。ついに先頭にホームラン来た。やっぱり大谷さん。ドジャース物語、ソロダニの帰還、大谷さんタミ。大谷先頭打者ホームラン、おーおー、ランナーいなくてもあった。どっちでも打つやん。元チームメイトに容赦ないな。大谷、お前らなんかよく断るよな。メッツの地元紙、ニューヨークポストのジョン・ヘイマン記者は、彼ら、メッツは大谷翔平、はっきり言えば、大谷ドジャースにはかなわないように見えると認めるしかなかった。野球界の 5-0、5-0 男はメッツや他の誰にとってもあまりにも優秀すぎると発揮を掲げた。大谷ドジャースとは地元記者からの名言。まだ諦めるには早すぎるやろ。しかも大谷一人にやられてるってわけでもないやろ。ミラクル使い果たしたなメッツ。てかマジで大して強くないのにミラクルだけで上がってきたやろこれ。MVP 争いでライバルのリンドアーがおとなしいから逆に怖いな。ニューヨークメディアなんて明日勝てば手のひらを返すのが目に見えている。ミラクルメッツ、大谷ドジャースを撃破。ドジャースの結束力がポストシーズンに入って一段とすごいな。ジャッジもおったし、これある VSNYY でいいな。ジャッジも調子上げてきたし、頂上決戦向けて仕上げてきてるな。ロバッツの采配も PS でハマりまくってるよな。今年はダブルS制覇できそうな気がする。ファイナルはヤンキースかな。大谷とジャッジの打ち合いみたいよな。管理人のつぶやき、今回の大谷ドジャースのポストシーズンはパドレスのダルビッシュ投手との対戦、ミラクルメッツの復活戦の投手との対戦と楽しみな対戦づくめですね。最後はラスボスであるヤンキースのジャッジとの対戦になったらめっちゃ盛り上がりそうですが、さすがに好調のドジャース投手陣とはいえ、あの強力打線は恐ろしすぎますね。野球が好きなみんなはポチッといいねとチャンネル登録よろしくお願いしますのだ。ではまた次回の動画で会おう。